皆さん、こんにちは。マダルグビーです。では、今回は、カンパニーオブヒーローズノルマンディ進行、ミッション12、モルタンをプレイしていきたいと思います。マッケイ隊を失ったエイブル中隊を前線に配備され、モルタンからドッグ中隊を救出する任務を与えられた。彼らの使命は守りを固め、再補給を待つことだ。まあ、前回、最後、敵の狙撃を受けて、マッケイ隊が戦死してしまいましたよね。まあ、それを受けてのミッションになります。では、ミッションをプレイする。Some officers never earn your respect. Captain McKay had mine from day one. Boot camp, Fort Riley, Kansas. I knew he'd keep us alive.We're being redeployed off the front lines to the town of Mortain. We will relieve Dog Company, who are holding Hill 317. Lieutenant Conti is now in command. Taggart. Hey, listen, Conti. Sorry about McKay. I heard you guys served together since boot camp back in Kansas. Try and get some R&R in this hill. Should be a piece of cake. Taggart, let's go.Gonna dig itself. Get your ass over here. Okay, it's pretty simple. We gotta hold Hill 317 till 0630. 317高地を守り抜くということで、まあ防衛線ですかね。Let's get some squads out there. Once our perimeter is established, we need to fortify the town of Mortain. And that's all. Dog Company will be here with armor and hopefully coffee at 0630.はい。では、防衛線を展開していきましょう。初期配置ユニットを確認しておくと、工兵と、まあ、それなりの数のライフル兵、機関兵がいますね。これだったらどうにでもなるんじゃないかっていう感じがするんですけど、なんでしょうね。なんか不安を感じるのは僕だけでしょうか。What are my coordinates? あとは、向きをしっかり変えておくことぐらいかな。ちゃんと部隊を砲撃できるところに配置しておくぐらいですかね。あとは工兵を使ってさらに陣中、じゃあ一応怖いんで気づいておきますか。防衛陣地を今築いて歩兵を増強しているところでイベントが始まりました。途中でイベントが発生するってあんまり
カンパニーオブヒローズ見ないんですけど。敵部隊が来た、まあ、そういう合図ですかね。これ場所的にはマップの上側か。これここにいると壊滅するな。すぐ増援送りましょう。幸いにも近くに増援を送ってる最中だったので、これでなんとか対応します。さらに増援を送っていかないといけなそうだな。いや、なかなか忙しそうなステージだなというのが分かりましたね。まあ、防衛はしつつ、その間もしっかりと敵に侵入されないように対応だけはしていきます。オートバイとかがいるんで、これはもう粘着爆弾を貼り付けて破壊していきましょう。まあ、こういう形で防衛戦を展開していくのがこのステージですかね。まあ、しっかり対応はしていきましょう。うわ、いろんなところで敵と遭遇してんな。どうだろう、単純にユニットの数が足りないかもしれないので、どんどん増強しましょう。まあ、数は少ないですけど、スナイパーも用意はしてあるので、スナイパーも使っていきます。ここで敵の攻撃を受けてるっていうのがあるので、救出作戦が、まあ、厳命されてますね。じゃあちょっと行きましょうか。まあ、後ろから強襲する形が取れるのかなとは思うんで、まあ、なんとかね、救出してあげましょう。Well, so、走行師団ということは戦車だな。2つのルートから敵が戦車で寄ってくるということなので、戦車戦に備えなきゃいけないですね。まあ、地雷とかを、まあ、仕掛けてなんとかしのぐ形かな。あとは今敵、味方の部隊を、ね、救出したことによって、バズーカが手に入りましたね。これは使いやすいですね。攻撃を受けてるな。戦車がどっかに現れたのかもしれないですね。これ装甲車ですね。まあ、敵の戦車が来るという情報があるので、まあ、戦車止めをご覧のように結構作ってます。戦車に中に入られると蹂躙されてしまうので、まあ、その状況は避けたいよねということで、一旦ですね、戦車止めをある程度作っている状態です。敵が来てるな。まあ、戦車が来てる音だけはしてるんですよね。どっから来るのか。戦車が来た、戦車が来ましたね。まあ、戦車相手にはやっぱり、どうだろう、対戦車砲を使うしかないかな。まあ、だいぶ攻め込まれてますからね、今ね。いや、次々に戦車がやってくるな。この戦車と渡り合うのがなかなかしんどくなってきてますね。破壊された。なんとか粘着爆弾を貼り付けては、敵の攻撃をしのいでるっていう、まあ、そういう状態ですけどね。
なんとか防衛に成功しました。もう何をやってるか自分でもわからないぐらい忙しく、操作をしましたが、まあ、なんとかできましたね。いや、なかなか厳しい戦いでしたけど。ミッション完遂です。まあ、このステージは本当にいろんなところに敵が現れるので、そこに向けて部隊をね、効率よく必要十分な量を送るっていう、まあそれの繰り返しだったのかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。